じゃあちょっと行きますか。うん、普段通り行こうか。うわ、どうしたんですか。ああ最悪だ。まあでも仕方ないですね。白着てきた俺が悪いな。マジで不機嫌になってるじゃないですか。いやいや、もう大宮の喧嘩自慢終わりました。まあ疲れましたね。こっからジムに行って、あの来たやつらの面接をやって、で面白いやつらをスパーリング組んで戦わせるようなジムに向かって撮影をやっていきたいと思います。ぜひね、この後もお楽しみください。終わるまでね、気合い入れて僕もやっていこうと思います。じゃあ行きましょう。行きましょう。今日の僕のボディーガードです。守ってください。得意技教えてください。もう優しく包み込むのが大人気です。本間ゆうきって言います。まあこの中は見た感じ全員俺より上手なんで、まあ全員ボコボコにしたいと思います。宮田翔吾って言います。まあ普通に格闘技には自信あるし、こんな入れ墨のクソ雑魚いいですね。何言ってんだよ。お前やめろ。何だ俺の顔つけたら。何の中に何だ。俺やってもいいよ。もこれ何なんすか。高尾してない。やってたんだ。宇都鈴木じゃねえかよ。あ、ウド鈴木じゃねえか。誰だよ。できる。もうやろうぜ、やろうやろう。じゃあここの2人はスパーやります。キムレイと俺、アイガのブレーキングだ。俺がブレーキングランド喧嘩自慢の顔になってやる。こんな口だったらボカボカ言ったよ。からわかった。もう一度言う。俺はお前を超える。あ、分かった。あ、ちょっと待って、もう見てて、もう分かってもらっていいですか。K-1 甲子園出たりしてました。おお、プロでは。プロはまだやってない。やってないですか。K-1 甲子園はどのぐらいやりました。東日本2位です。おお、強いですね。なんか落ち着き方だし。9000。9000。あ、いいね。じゃあそこそこ。名前は塚田翔です。塚田翔。じゃあそこそこでやろう。楽しい日々で終わった。こんなとこで終われるんだよ。俺は。ふざけんなよ。ふざけんなよ。上だぞ。あの時に出してんじゃん。今日出ないですか。逆に。はい、今日ちょっとやってもらわないですか。無差別ですよね、多分。あ、無差別。あ、じゃあちょっと無差別の時一回誰かで来ましてもいいですか。次フェザー行きますか。そうだね、次フェザー行く。メガ君です。はじめまして。地下格闘技選手として現役でやらせてるんですけど、もうバツバツの喧嘩で頭突きやり肘折りの試合出てるんで、まあ、あと自分はもう幼少期から、まあ、シングルマザーだったり一緒なんですけど、ヤーマンといじめられたりしてて、こう生きがったりやつがマジ大嫌いなんで、全員ぶっ飛ばしたいなと思って動きました。試合は確かにめちゃめちゃ見たいですね。お願いします。あ、大坪と言います。大坪から15年ぐらいで。何千ぐらいですか。30千ぐらいあります。プロで。いや、違います。アマチュアです。あれ近くです。何歳ぐらいだったかな。2位は3敗しかしないです。ああ、です。俺今18歳なんですけど、まあ、俺大宮めちゃめちゃ愛してるんですよ。俺小さな頃からブレイキングダウンずっと見てたんですよ、フォーから。それで小さな頃からはい、小さな頃から、それも多分2年くらいだけど、あ、そうですね。いや、俺本当にもう富澤選手さんとかを普通に見ててめちゃめちゃかっこいいなって。俺学校ではめちゃめちゃ陰キャなんですよ。ただここで出て俺は人生変わりたいんです。だから来ました。お願いします。普通に。カノです。さっき言ったんですけど、現役消防士やってます。
で、まあ、いつも仕事で人を助けてるんで今日はぶっ壊しに行きたいなと思って行きました。みきおです。格闘技歴空手9年とテコンドー1年です。K-1 アマチュアで一勝しました。ここに出た理由は人生からなんです。よろしくお願いします。まあ、なんか今この中で、まあ、一番見たいのは流星。ありがとうございます。何か変えために来たの？はい、俺お前見たいよ。ありがとうございます。この中で素人の人やるの？どっちやりたいの？これやりたいです。ちょっと弱そうに見えるんですよ。お前今さら強い前だな。すいません。お前はいいやいいや、お前勝てると思ったんだね。勝てると思います。じゃあそこで、はい、証明します。お前でも一つアドバイスがあって、はい、成り上がりたいんだったら強い方選べる。確かにそうですね。どうすんの？こっちとやってもいいよ。ありがとうございます。じゃあ次ライト級。ライト級、ライト級行こうか。はい、じゃあライト級前来て。名前は河合翼です。これがベースになる。ここに応募した理由は、仕事もバイトも自分がやったスポーツも一個も続かなくて、それはしょうもない人生を変えたくてここに来ました。気持ちは誰よりも強いです。強いです。格闘技は寝技10を2年やって10代の頃にボクシングちょっとやってました。有名になって金稼ぎたいんで、うん、それで応募しました。神谷明です。で、まあ、10年前ぐらいまでアメリカで MMA を、UFC 目指してやって、おプロをむしろ世界一目指してやったんですけど、やむを得ない理由でやめちゃって、格闘技でちょっと悔い残ったものをそこにちょっと果たしてきたので、まあ、やるのは誰でもいいんで。次の人お願いします。島村優斗です。まあ、ブレイキングダウンを応募した理由は、まあ、今ブレイキングダウンってすごい有名なで魅力的なコンテンツだと思って、やっぱりここで成し上がれば自分の人生一変できると思ってるんで、ここに人生かけに来ました。じゃあ次。はい、金森雄大です。ブレイキングダウンに出たい理由は、まあ、今日ちょっと弟と金森兄弟で出させてもらってるんですけど、地下格闘技主に今出てて 4,5 回出てて両方負けたことなくて、ただもう喧嘩がしたいなっていう、喧嘩自慢なんで、うん、試合はする気ありないです。ただ喧嘩しに行きました。自分埼玉出身の塚田です。うん、まあ、埼玉で大宮優勝してんだったらぜひ自分選んでみます。なんで？自分はまあもうライト級だったら、まあ、この階級負ける気しないですけど。あ、じゃあ福島俊樹って言います。今まで路上で喧嘩してきて、まあ、格闘技経験はないんですけど、まあ、ストリートの力っていうのを見せたいなと思って応募しました。じゃあちょっと見るような人は立って前に来てください。じゃあ、一番痛いた方々の名前をデザインで言う金稼ぎです。金稼ぎ。身長何センチですか？9。めちゃめちゃでかいです。次、稲垣真宏って言います。自分、格闘技はやったことなくて、自分、病気克服するためにこの場に来ました。パニック障害とか、今も結構、動悸すごいんですけど、自律神経とか、そういう不安系の、病気になっちゃって、で元々夢が結構メディアに出ることが夢で、そしたら病気のために理由でやめちゃって、本気でちょっとブレイキングダウン大好きで人生変えたいと思ってここに来ました。よろしくお願いします。すごいわ。ありがとうございます。じゃあ次。どうも、せいやって言います。大宮出身で、まあ今日は喧嘩しに来ました。あんま長く喋るつもりはないので、スパーリング見てもらえればと思います。以上です。ちょっと気になりますね。戦いは見てみたい。チームエース大輔、ばあちゃんから喧嘩したらモテるって聞いてここに来た。次の人はいいですか？自分は金森晴人って言います。でさっきライト級で出てた兄貴がいるんですけど、自分ら兄弟で有名になって、で自分ら2人とももう喧嘩ファイトで、試合はもう自分ももちろんしないんで、喧嘩だけで行きます。渡辺です。格闘技経験はないです。花もなければ投球力もないので、試合で見てもらえればいいと思います。よろしくお願いします。ここでお前、お前よりも自分のサバイク、お前なんだ、お前いいよ、お前なんだ、じゃあこいつ帰らして。お前何て言うの？最初7つ、え7つ、なんで誰かやってないやついます？あ、じゃあいいや。あのことお願いします。お前つまんないことしたらマジでやばいよ。
こんなことしといて。なんかこっちに絡んでくるのはね、違うね。ちょっとイラつくっすね。まあでも、試合で見せれるんだったらいいんじゃないですか。うん、次の無差別ですか。うん。じゃあ、無差別の人、前来てもらって。自己紹介と。なんか、さっき。おめっちゃいいな。俺、この彼見てみたい。はい、いや僕ももう、もう見たい。前に来るのめっちゃいいっす、うん、ちょっとお願いします。おっす、小太郎って言います。小太郎、はい。自分は、なんでブレイキングダウンに来たかっていうと、まあ、自分の話になってちょっと長くなっちゃうんですけど、いいよ。まあ、自分は、まあ、片親で、まあ、親父に、ここまで、育ててくれて、けど自分は本当情けなくて、本気で人生変えたくて応募して、でブレイキングダウンが始まってからずっと応募してたんですけど、すいません、なかなか本戦に通らなくてめちゃくちゃ悔しくて、自分格闘技とか全くやってないんですけど、自分よりタッパーあるやつをぶっ飛ばせば、やっぱり目立つと思うんで、自分の育ててくれた親父と、あと血のつながった、弟と妹の学費のために自分は稼いで、有名になって一躍ヒーローになって、なんでチャンスください。おっす、俺こいつ見たいね。ほら、熱い人でやりたくて来たんで、いいですか。俺これさっきランニング通りに見て、いいっすと、あの一番目見て、目見たら分かると思うけど、俺ここで見た。でもいいっすか。うん、やりますか。すごい、やります。おっす。いや、全然、格闘技は柔道10年間やってました。ホームレスやったり、自衛隊やったり、いろいろ経験して今社長やってるんですけど、まあ、人間変われるよってことを伝えたいなって。何の社長やってるの。潜水士の社長、会社やってます。おお、はい。じゃあ次、影高いです。格闘技経験はありません。応募した理由が、もう高校卒業してから引っ越しやってたんですけど、それをすぐ辞めてしまって、そこからずっとニートになってしまって、その時に親とか友達に迷惑かけてしまったんで、ブレイキングダウンで、上り詰めて、それで家族や友達に、恩を返そうかなと思います。以上です。じゃあ次、福崎明です。格闘技は素人なんですけど、まあ、喧嘩は昔ちょこちょこやって、最近なんか酔っ払い3人組芝居とかぐらいです。ブレイキングダウンに出たい理由が、3つあるんですけど、1つ目がマキンザヤと飛ばしたい、なんかマキンザヤが歌舞伎町最強と言われてるのを気に食わんです。もう1つが、ある人、まあ、連絡も取れないし生きてるかどうか分かんないんですけど、でもその人に自分の頑張ってる姿を見せたい。もう1つがブレイキングダウンに出てもっと広い世界を知りたい。以上です。じゃあ次、はい。仮面ライダー伝説に出演してました加藤ちゃんと言います。職業ダンサーなんですけど、今回ブレイキングダウン僕6から応募してまして、で、今回今こうやって喧嘩自慢に参加してもらったんですけど、参加できたんですけど、まあ、結構いろいろ理由もありまして、その一個として大きく言いたいのは、これ栃木県のやつにちょっと因縁がありまして、うん、そいつをどうしても自分8年間そいつにやられてたことがあったので、それが今でもこの会話をしてしまうとちょっと涙が出てしまうくらい、ちょっと精神的にもやられちゃってるんで、ここでちょっと、その時自分の親が完全に支えてくれて。次、はじめまして、ポールダイアレオンって言います。友達が応募するっていうんで、僕も最近になってまた格闘技やり始めて、でいろいろ声がかかるんで、今回もチャンスもらったんで出ていこうと思って、で、まあ、自分自身の意思としては、まあ、面白そうなメンバーを揃ってますし、どんだけ埼玉強いやつがいるのかなって、まあ、自分試しもありますし、どんだけ通用するのかなって知りたくて、まあ、応募しました。面白い試合がしたいですね。じゃあ最後、どう。ジャイです。今日セキュリティできてたらなんか出てくださいって言われたんで出ちゃいますって感じです。セキュリティの活躍がすごいです。自分こういう感じで応募してきてないんで、まあちょっと分かんないですけど、まあとりあえず出ろってヤマに言われたら行っちゃいます。へぇーっけっ。もともとは暴走族の総長やる。あ、そう、地元の暴走族の総長やる。どうすか。そしたらこんな感じでスパーリング治療な感じで。遅くなったね。遅くなったね。遅くなったね。なんだよ、首この野郎。うえ、お前やろって言えよ。
ね、いらない、カメラない。カメラない。カメラない。おめえさっき因縁あるよな。ああ、やろうぜ。ここにあるってもしょうがねえからや。違う、こいつなんだよ、今俺は。知らねえよ、じゃねえ。遅れたのか。知らねえんだよ、お前こいつなんだよ、因縁が。ここで暴れてもしょうがねえもんな。こんなとこの相手にや。さっき誰かと喧嘩しましたよ。こいつだよ、こいつだよ。大宮代表できてんだよ、こっちはよ、この野郎。負けたら。おい。あ？大宮背負ってんだよ、こっちは。誰かと決まってないですか？あ、もう決まってんすか？関係ないですよ、もう。こいつ。さっき喧嘩してた。もう自分らで。大宮なんだよ、俺ら。誰だの後。誰だよ、終わってんだから。なあ。この会計を集めて、あと。ちょっと一旦整理しましょう。遅れてきた人、名前教えて。片桐。宮下。コブラ。ちょっと整理できないんで揉めるのが一回止まってもらっていいですか。じゃあ片桐さんから一回組み直しましょうか。片桐さんがやるのは誰？あいつ。タイガーさん。あいつ。片桐さんとタイガーさん入ってもらっていいですか。お前タイガーっつうのか。楽しみにしてるよ。金城さんと階級何になります？何キロ？83ぐらいです。じゃあミドルで。ミドルです。ミドルで。名前なんですか？宮下です。今の気持ちは忘れないで、何でも諦めてます。はい。